こんにちはモノモスです今日は野球界で大きな話題となっている巨人の CS 出場が絶望的となったニュースについて語りたいと思いますまずニュースの概要からお伝えしますね巨人は26日の DNA 戦に破れクライマックスシリーズ CS 進出が極めて厳しい状況に追い込まれました残り4試合で3位 DNA とのゲーム差は4残り5試合の DNA は1引き分けで A クラスが確定するという状況ですさてここで私の意見をお述べさせていただきます巨人の現状は確かに厳しいしかしスポーツとはそういう というものではないでしょうか。勝ち続けることができるチームばかりではありません。敗北は次へのステップアップのための糧となるはずです。原監督が屈辱にもみれるかもしれませんが、それは新たな飛躍のための糧となるはず。原監督が率いる巨人が、どのようにこの状況を乗り越えていくのか、私たちは見守るべきだと思います。そして、ファンとしては勝つことだけは全てではない。チームがどのように成長していくのか、その過程を見守ることも大切だと思います。最後に、巨人の選手たちに言いたい。絶望的な状況だからこそ、逆境を乗り越える力を身につける チャンスです。これからの試合で一球一球を大切に戦ってほしいと思います。以上、モノモースの意見でした。皆さんもどうぞ自分の意見を思ってスポーツを楽しんでくださいね。それではまた次回の動画でお会いしましょう。